滑らないから正座ができないんですよ。この2つやると正座できます。はい、整体院婦科院長で理学療法士の松田啓太です。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3件以上の整形外科、整体院、整骨に通っても痛みが改善していない、根本的に痛みを戻りなく改善したい方はぜひ見てください。松田さん、はいよ。正座をすると膝が痛い、出た。もしくはもう痛すぎてそもそも正座ができないみたいな人って多いと思うんですけど、いますね。そういう人ってどうしたらいいですかね。どうしたらいいなんでそもそもできなくなっちゃうのかな。今までできてたものができなくなっちゃうって。はいはいはい、はい、正座できない結構やっぱ言われるんだけどね。よく言うんだよ、正座しないとダメなんですかって言うと、別に正座するタイミングがないんだけどなんかみたいに言う方が多いんでね。俺思ったんだけど、正座ができないって別に困ることってあんまなくって、和式の生活してなかったら、はい、正座しないでしょあんまり。そうですね。だけど正座できないってなんか嫌なんですよ。やっぱこう日本人のアイデンティティとしてやっぱ正座ってやっぱやるじゃないですか。床上生活っていうんだけど、欧米にはない日本人とかアジア人にしかない床で生活をするっていうねものがあって、この正座っていうのはなんかみんなやっぱやりたがるんですよね。え、家ってじゃあ和式なんですか。あ、いやいや、全部椅子みたいな。え、正座するタイミングがあります。ないですみたいな。あれ面白いんだけど、でも正座ってやっぱみんなしたいんだよね、動きとして、はい、でだいたい膝が痛くなってきてちょっとしてくると、なんか膝が曲がりにくい、なんか圧迫感がある、なんか詰まり感があるってのからスタートしてって、膝が痛くなってきてなんか正座できないんだってくる、はい、でこの正座って基本的にはですよ、できないんです。できますよできますよ。おもろいね。できないんです。可動域の問題的に。面白いんですけど、骨があるじゃないですか。で、曲がってくるでしょ。膝の屈曲角度ってだいたい120度から130度って言われてて、膝って曲げてみて自分で。あ、まあ、150度ぐらいいくね。はい。まあ、こう曲がるじゃないですか。でもさ、あれってさ、180度曲がんないといけない。確かに。この骨模型でも無理で。見てみて。はい。骨模型でも無理なの。くっつかない。こんな風になって、めちゃくちゃ動いたとしても動かない。これってどうやって正座できてるの？面白いよね。なんでできてるんですかね、言われてみれば。そうなんですよ。だってさ、くっついてんだよ。くっついてるのに180度曲がるってさ、意味わかんなくないですか？はい。だって、くっついてるのに180度曲がるって、どこに繋がってんのみたいな。もう、ちぎれちゃってますもんね。ちぎれてんのよ。で、よく考えると正座っておかしいの。やっちゃダメなの。やっちゃダメなんだから、欧米人より日本人とかアジア人の方が膝が悪い人が多いって、そういうことよ。あ、やっちゃいけないの、そもそも正座って、はい、おもろいよね。でいうことをまず理解してほしい。だ、正座っていうのはやらないといけないかって言ったらそうでもないんだよって話。ただ日本人とかの生活の背景からして正座ってもうよくする話なんで、できないといけない。でも膝ってそこまで曲がんない。でも180度曲がってるから正座できるんです。このメカニズムを知ると、正座できない理由とできるようになる治療法が分かります。解説しましょう。はい、お願いします。でこれはちょっと靭帯とかついてる状態のやつなんでやりますけど、そもそも骨が当たる、ここで骨当たって模型がミシミシ言ってますもんね。ミシミシ言ってるでしょ。骨当たってる、無理なの。ね、骨の状況的に無理、まずは覚えてください。でこれが180度曲がっていく、ミシミシ言ってるのやばいでしょ、ね、これどういう状況かって言ったら、滑ってるんですよ。滑ってるって意味わかんないでしょ、はい、滑ってるということかっていうと、関節って転がりと滑りってこの2つがあるんですよ。転がりってこれね、転がっていく、滑るは滑る、この2つの動きが重なって関節って動くんですよ。股関節とか転がるってことですか？そうです。あの例えば骨ってだいたい凹凸って言って、凸の側と凹凸って言ってこういう側があるんですよ、はい、でこっちの凸側が動く、これ凹凸の法則って言うんですけど、この凸側がこう転がっていくんですよ。転がっていくと逃げちゃうじゃん、こうなってどっか行っちゃうじゃん、抜けちゃう、抜けちゃいますよね。だからどうなってるかっていうと、転がる方向とは逆に滑ってるんですよ。意味わかる、はい、転がってったらどっか行っちゃうじゃん骨が。だから転がるのと同時にここで滑ってるんですよ。タイヤが空回りしてるとこ見たことある？わかります。あの土砂の入って回ってるじゃん、あれ転がってるんだけども、そのまま転がらないようにここで滑ってますよね。逆にこう行くのをここでこう滑ってる。関節って転がりながら逆側に滑ってるんですよ。これで同じ場所で回るっていう動きができる。それ間になんかツルツルするものがあったりするんですか？そうです。それがいわゆる関節の軟骨だったりとか、膝であれば半月板っていうものがあったりとか。で関節って絶対0度。冷たいんですか？冷たくはない0度違い摩擦抵抗ゼロ。関節軟骨ってツルツルしてて摩擦抵抗がゼロって言われてるんですよ。だから軟骨だらけだったとする、この
地球の地面が。ここで何かを摩擦抵抗ゼロのものを流すじゃないですか。同じスピードで世界一周して戻ってきます。これは摩擦ゼロなんで、関節って摩擦ゼロって言われてます。だからこういう風に動けるんですよ。だからもう本当にもうツルツルのところをエンジン吹かしてもここ滑るだけじゃないですか。そうです、雪の上とか。そう、あの状態、あの状態が膝で起きてるんですよ。そうで、なんでこの話してるかって言ったら、転がりと滑りがあるよってことを理解しました。で、膝も転がりながら前に滑ってるからこういう動きが起きるんですよ。だからこの場所で回れるですけど、回転してるってことはここに軸があるじゃないですか。軸があって回ってるんですけど、膝って120度までは軸で動いてるけど、ここから動けなくなるわけよね。だから最後何が起きてるかっていうと、滑ってるんですよ。転がって軸がある状態だとここで止まっちゃう。だからどうするかっていうと、後ろに滑ってるの、こうやって関節自体が後ろに滑ってこうやって曲がってって、だから転がりがそのままこう落ちてきて、だから関節が脱臼してるのと一緒だと思う。正座っていう状態。そう、正座っていうのはここまでが正常の骨だったらここまでしか動けないのを、なんとか最後グワーって動かして曲がってるって状態。だからこう後ろにずれてきてるんですよ、こうやって。だから軸がずれてきてるの、こうやって後ろに。で、なんとか膝が曲がりましたっていう状態。だからここまでが軸で動いてる、軸でこうやって動くじゃないですか。で、ここまで動いたら骨が当たっちゃう。ここからどうするかっていうと、この大腿骨が後ろに滑る、後ろに滑ってこう入り込んでいくってこと、はい、この話なんでしてるかって言ったら、滑らないから正座ができないんですよ、はい、だから大体あとちょっとお尻がかかとにつかないっていう状態は、最後のこの滑りが出てない状態。滑りが出ないのはなんでかって言ったら、こっちのミシミシで見るとわかります。最後骨が滑る滑る滑る時に伸びるのがどこかって言ったら前側なんですよ。黄色いやつ。いや、黄色いのは靭帯なんですけど、この間空洞あるでしょ、はい、ここにね、脂肪体って言って脂肪がたくさんあるんですよ。例えばこれ滑ろうと思った時に、この前の靭帯がいっぱいあるじゃないですか。これが詰まっちゃうと、後ろに滑ろうと思っても引っ張られちゃっていけないんですよ。例えば今これってやろうと思ったら滑って後ろにこういけますよね。例えば俺の手ここに一歩挟むじゃないですか、はい、この状態曲げていくと引っかかります。引っかかって滑れないんですよ。前が引っ張っちゃって滑れない滑れないってなっちゃうんです。でここの脂肪体自体が硬くなっちゃってると、これ曲がんなくなっちゃう。だからやるべきのは、正座でやるべきなのは、滑ろうとするのも前に引っ張ってる脂肪体とか靭帯だったりとかっていう膝の前側をしっかり埋めないといけない。でこの時に膝の膝蓋骨だったりとかも前に行く動き、いわゆる大腿骨は後ろに行こうとするに対して、この軟部組織っていわゆるお皿とか靭帯とか脂肪体は前に移動しないといけない。前に行くのと大腿骨が後ろに行くで滑るじゃないですか。だからこの前側の脂肪が下にこう動けるようにいろいろ治療してあげないといけない。でこれができた上で、最後は滑るっていう関節の治療をやっていく。関節の治療っていうのは、こっち側が後ろに滑れるように、で実際はうつ伏せになったりとかをして、大腿骨を動かすわけじゃなくて、こっち側頸骨側をこんな風にギューッと滑るようにして動かしてあげてっていう風に治療してあげる。だから関節の前側の軟部組織が下に動けるように、前に動けるようにっていう柔軟性を出してあげて、膝の後ろ側、いわゆる膝のこの滑りが出るように治療、関節の治療をやってあげるって、この2つやると正座できます。で私もやっぱやってるけど、ちょっとあまりにも軟部組織が壊れちゃってる、でだいたい注射打ちすぎたりとかするともうここが硬くなっちゃうんで、皮膚自体が、その時は難しい場合もあったりするけど、やっていくとだいぶできましたとか、床に座るのは全然苦にないけど、ちょっと詰まり感、張り感はあるけど、こういうのはここまでだったら改善できるかなと思いますね、うん、っていうのが私が今やってて一番効果的な正座で曲がれるって状態。話聞く限りそこまでして正座しなくてもいいのかなって思っちゃいましたねそうだから、あの高齢者の方でやっぱ正座やってる方いらっしゃる。これもう俺ね、最初も言ったけど、アイデンティティなんですよ。もう本当にできなくなったっていうこと自体が自分が嫌みたいな、はい、何が困るんですかって言ったら、別に困んない、正座も別にしない。だけど正座ができなくなった、今までできてたことができなくなったって、やっぱすごい、特に日本人にとってのこの和式で生活してきて床で生活、あの正座できないって、やっぱなんだろうね、もう嫌、ちょっと悲しいですもんね。悲しいのレベル。だからなんでですかって聞いて、必要性がないんであれば、なんか別に治療しなくてもいいんじゃないかっていうのは私からも提案はしたりするけど、それでもやっぱりできるようにしていきたいってことであれば、もう全力でします。でもこれは痛みがどうこうではなくて、もう日本人としてのアイデンティティを保つために、うん、正座ってしない方が個人的にはいいと思う。だからもう解剖学的におかしい動きだから、はい、結構無理した動きなんですね。こんなん対応してみんよ、膝壊すに決まってるよっていう話だから、
個人的にはあまりしない方がいいとは思います。と解剖学的に言うとね、医学的に言うとそうだけど、日本人としてはやっぱやってた方がいいと思うっていう、この何でね、2つの感情を持ち合わせながら患者さんには話して、それだったら痛みをまず取ってみましょうとか。で、膝だけじゃなくって、これ側関節とか股関節の影響も結構あるんで、膝以外のところもアプローチはもちろんしていきながらやれば、張り感はあるけど座れる、正座ができるまでは、膝の状態にもよるけどね、だいたいいけるんじゃないかなと思いますね。という正座のお話でした。ありがとうございます。はい。ということでね、まあ、こんな感じでやらせていただいていまして、まあ結構ね、痛みが戻っちゃうとか、痛み根本的解決したいけど何していいか分かんないという患者さん結構多いと思います。で、そんな方に向けてね、私も治療させていただいてて、まあ接点フッカーってとこで MSM っていう治療法をもとに治療させてもらってます。モビリティ、スタビリティ、ムーブメント、モビリティ、緩める、スタビリティ、鍛える、そして最後整えていくね、動きにつなげていく。で、やっぱ鍛えるっていうことをやっぱやってる整体院とかってやっぱないと思うんですけど、運動療法をやらないと正直痛みは戻ります。なんでかって言ったら、動きで痛みが強くなってる。だから動きを通して痛みを改善していかないといけないし、動きのためには筋肉が正常である状態にならないといけません。だからこの動きを良くしていくための筋肉を鍛えていく、痛みを根本的に解決していくってことができることで、やっぱできることも増えてくるし、痛みがない生活、まあ、これはね、すごく私個人としては当たり前の生活ができる。さっきの正座と一緒でね、当たり前に今までやったことができるっていうのはすごく大事なことかなと思うので、ぜひ痛みで何かできないことがあったりとか、困っていることがあるんだったら、ぜひ接待にフッカー来てみてください。概要の方に店舗の情報、全国に10店舗以上ありますので、ぜひね、近くの店舗のホームページ見てもらって、電話もしくは LINE で新規予約してみてください。ぜひね、初回割引ありますので、ぜひね LINE してみてください。はい、ということで今日ね、これで終わりにしたいと思います。今日の話よかったら、ぜひチャンネル登録、あとはコメント高評価いただけるとすごく励みになりますので、ぜひそちらの方よろしくお願いします。あと店舗の情報概要欄に貼っておくので、そちらもぜひチェックしてください。はい、ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。ずっと正座してると、まあ、足しびれちゃうじゃないですか。はいはい。あれってなんてなんですか。あ、オッケーオッケー。あれはね、正座するじゃないですか。はい。で、した時に膝のところに、これって言った通り後ろに滑るよね。滑るとここ圧迫するんですよ、はいはい、後ろ膝っていうんですけど、でここには頸骨動脈、頸骨静脈、頸骨神経っていって、いわゆる神経も血管もあるんですよ。これ圧迫しちゃうんですよね、はい、で立つと膝、正座から立つと足のしびれバーンなくなるじゃないですか、はい、あれは頸骨動脈が圧迫されて足に行く血管がいわゆる止まってる状態、血が止まってる状態が続くと足がピリ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 ってしびれてきて、はいはいはい、で立つとここが解放されるじゃないですか、はい、でピューって流れてじわ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 、はい、だからあれは脛骨動脈が膝で圧迫されることによっての虚血のしびれです。うーん、だから血管が流れれば、圧迫が解除されればしびれなくなります。はいはいはい。ちょっとなおさら正座はしない方がいいかもしれないですねまあまあアイデンティティです。そうですねやれるんだったらやってもいいし、ぜひぜひそこはね相談してみてください。はい。